してね。山登り行きました。イエーイ、はい、札幌でも人気のある丸山公園、ゆうくんもいますか。イエーイ、丸山公園を横切って丸山登山行きます。レッツゴー。これ今何やってんの。シール貼ってる。シール貼ってる。ちょっと出てるか。ちょっとやってる。丸山公園を横切って登山口に向かいます。今日はね、動物園コースと88カ所コースっていう2つがあって、緩やかな方が88カ所コースだから、今日はそっちのコース。あ、待って、信号ないんだ。登山する方はまずこちらのトイレで用を足してから行くといいらしいですね。おお、いいじゃん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 。まだまだ入ってマイナスイオン、さっきマイナスイオン、マイナスイオンってマイナスイオンだって。見えないよ、だってマイナスイオン目の前にあるでしょ。マイナスイオン、え、いっぱいあるでしょ。マイナスイオン、ほら、ちゃんと取ってるよ。マイナスイオン、あ、捕まえた。あ、パパも捕まえて。マイナスイオン、はい、山登りまでまだ到着できません。ママ、これ深くないの。なかなか登山できないんですけど。よっしゃ、すいません。日暮れるんですけど、すいません、日暮れますけど、ほらダンゴムシ、ダンゴムシ。丸山登山入り口、怖いね、目がね、なんかね。おお、すげえ。見てこれ。木のね、すごいね。すごいすごい。そうでしょ。30分あるから。これここに降りるの？なんで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 ？怖い。なんで？怖いから。え？さっきの方が全然いってるよ。あ、34番目って書いてある。休憩、うん、休憩。ゆうくんなんかでも取らないの。何を。ペットに座って食べるの。ご飯。うん、楽しみなんだ。ね、食べるんだよね。
あ、ここが合流地点だ。ここまで来たらもうちょっとよいしょ。さあさあ、ゆうたくん、もう頂上です。ついに。どこが？あそこ人いっぱいでしょ。おお、どうでしたか？疲れました？